このムーブベントは現在の堕落し、腐敗しきった古い政治体制をアメリカ国民であるあなた方が作る新政権により一新することが目的だ。彼らに資金提供している金融機関、そしてメディアに企業に勤める者たちは、ただ既得権益を失し、自分たちだけはもっと豊かになるという目的を達成するためだけに生きている。これは 今までの4年ごとの大統領選挙とはわけが違う。我々、文明社会の歴史の大転換となる。アメリカ国民が現政府の応募を止め、権力を奪い戻すことができるかどうか、否かを決定する一大イベントだ。この世界権力の中枢にいるのがクリントン一味だ。ヒラリー・クリントンが国際銀行たちと出会い、 その特別なお友達と彼女の支援者たちの利権のためだけにアメリカの主権を崩壊させる計画を話し合っていたその証拠はウィキリークスの書類で直に確認することができるヒラリー・クリントンは刑務所に収監されるべき人物だクリントン一味によって展開される最も強力な武器はメディア企業マスコミだここで一つはっきりさせておこう この国のメディア企業は、もはやジャーナリズムの機能を果たしていない。あなた方アメリカ国民の利益など、これっぽっちも考慮されていない。自分たちの利権オンリーなのだ。彼らのコントロールに下がろうとすれば、差別主義だやらの、人種差別主義者だの、外国人差別だの、イチャモンをつけて大騒ぎする奴らの口から出るのは嘘、嘘、嘘ばかり。 忘れないでくれクリントン一味は犯罪者だ奴らの数々の犯罪はちゃんと記録にも残されている奴らを守っている犯罪の者仲間はクリントン一味の力を維持するために国の機関やクリントン財団の世界規模な犯罪活動を隠蔽しているそもそも私はこんなふうに立候補する必要なかった私は素晴らしい会社を経営し素晴らしい人生を送っていた 会社経営は成功していたし、私も、私の家族も、こんな風にテレビ画面上で悪意なる嘘を吹いされたり、誹謗中傷されることもなく、一生優雅な暮らしを送ることができたはずだったのだ。こんな攻撃誰が好き込んで受けたいだろうか。でもああ、父はあえてこの世界に飛び込んだ。それは私がこの国の恩恵を十分に受け、今こそこの愛するアメリカに恩返しをするべきだと強く思ったからだ。 このムーブメントは現在の堕落し、腐敗しきった古い政治体制をアメリカ国民であるあんた方が作る新政権により一新することが目的だ。